皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。今日もどうですか？いい目覚めかな？いい目覚めかな？この朝刊あるということで、なんかそれを一つのきっかけにしてスイッチ入れてほしいですよね。もうそうなっていただいたらもう幸せですね。お届けさせていただいている私も、こんなん、こういう朝刊とかあったら嬉しかったな、昔に。ねえ。そういう気持ちも含めて、お届けをしています。皆さんにお話をするときは、自分が楽しいと、自分が元気が出たっていうこと以外は言わないように、努めているんです。で、そういう気持ちでお伝えすると、皆さんがその話をどうするかってね、誰かにね、伝えてくれねんね。これが嬉しいんですね。だから講演とか、研修のコツの一つは何か言ったら、自分が楽しい、面白いって思うものをお話しするっていう。で、そのように考えてます。ですから、このクレドもね、適当にやってるんじゃなしに、今までの私の、人生、そして、言葉の中から厳選して、皆さんと共有したいという、そういうものになればというふうに思っています。さあ、そういうことも踏まえて、今日のクレドは何でしょうか？今日のクレドは、成果を生み出す。世の中の物事の成果につながる。成果を生み出す、何やと思う？何でしょう？成果を生み出す、心、技、体、生活です。成果を生み出す、心、技、体、生活。これが今日のクレドです。心、技、体、生活。これが今日のクレドです。体温一度上げて頑張っていきましょう。どうですか？今日のクレド。ねえ。心、技、体、生活。心はメンタル。メンタル。心の面。それから、技はやり方。勉強の仕方。仕事の仕方。スポーツ、芸術の練習の仕方。技、スキル。それから、体は何？体力。体。やっぱり健康。ねえ。それから、生活は何？私生活やんか。私生活も酒飲んで、もうめちゃめちゃで、トラブルいっぱいで、喧嘩ばっかりやって、その仕事できる？できへん。ということで、我々の成果、皆さんの結果、今日一日の目に見える成果を、それを生み出しているのは、方法、やり方、技だけじゃないの。心、モチベーション、メンタルもあるし、体、健康な、健全な肉体、体でもあるし、そして、仕事では見えない生活、私生活。だから、子供は学校と家庭、ね。大人の我々は職場と家庭、私生活だね。だから、今日は一日ですよ。一日、仕事活動するときに、技、やり方、方法論、それから、心、モチベーション、メンタル、そして、体、自分の、ね、いただいた立派な体、健康な体、体力、そして、私生活。もうこの4つのものから、パフォーマンスは生み出してるんだということを意識しながら、一日、生活をしてみてください。活動、そしたらいろんな気づきが出てくると思いますね。面白いね。どんな気づきがあったかをそれぞれの場で、また連絡教えてください。楽しみにしています。今日も頑張っていきましょう。体温を上げていきます。拍手お願いします。よーおっ、いってらっしゃい。